どうもです。今回は個人的に2024年冬アニメ週間ランキング発表していきたいなと思います。対象作品は1月21日日曜日から1月27日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせくださいってことで、いつもですね、トップ10で発表しているんですが、今回は私の都合でトップ5にさせていただきます。よろしくお願いいたします。ってことで、早速発表してまいります。薬屋の独り言16話ということで、今回はですね、マオマオが開かないタンスの扉を開けるっていう、ただそれだけのお話やったんですけれども、まずそのタンスを開けるっていうところの推理がですね、非常に理にかなっているというか、まあ腑に落ちる内容だったかなって個人的には思った次第でございました。まあ結構簡単というか、その光が差し込んでますよねっていうところと、光が差し込んでるところに置いてある台に跡がついているっていうところと、まあタンスになんか細工してあるよねっていうところと、その金魚鉢がガラス製ですみたいな、まあこれらのヒントから、あ、これなんか日光でなんかするんだろうなみたいなのは、まあすごく想像できやすかったかなって思うので、わりかしストレートな内容ではありましたけれども、まあスッキリとする内容だったかなと思った次第でございました。まあそんな中ですね、タンスに何が入っていたかっていうと、まあ3つの素材が入っていたっていうところで、まあこの3つの素材を混ぜ合わせることによって、まあいい素材ができますよねみたいな、なんかそんな感じやったと思うんですね。でそれに気づけたのが、マオマオと末っ子だけやったんですよ。これなんでかっていうと、末っ子はめちゃくちゃ才能があったんですよね。ただお兄ちゃん2人はそういう才能がないものですから、まあおそらくそのお父さんなんかなかなかね、技なんかも教わってこなかったのかなとか思ったりもしますし、そもそもの話、そのお兄ちゃん二人もですね、自分に才能がないっていうところ気がついていたんやと思うんです。なので自ら諦めるじゃないですけれども、その技術を学ぶっていう気持ちもそんななかったんじゃないかなっていうところを、まあ感じる次第ですよね。でそんな中、末っ子はしっかりとそのお父さんから教わるというか、まあ見て学んでいたんだろうなっていうところは、手の様子からね、わかるかなっていうところもありますし、その末っ子だけですね、お父さんが病弱というか、なんか病気患ってたってことを知ってたんですよ。お兄ちゃんたちはなんそれみたいな、まあもうに聞かれても、その答えられなかったんですけども、末っ子は答えられたっていうところは、まあずっと末っ子はね、お父さんのそばにいて技を学んでいたんだなっていうところが伝わってくる試合でございます。じゃあお兄ちゃんたちはですね、何もしていなかったかっていうと、そんなことはなくてですね、しっかり末っ子のことは見ていたっていう話で、末っ子には才能があるっていうところをお兄ちゃんたちはちゃんと分かっていたと。っていう感じで、親はしっかり子供のことを見ていたし、で、兄弟は兄弟でしっかりとお互いのことを見ていたよねっていうところで、非常にまとまりのあるお話だったのかなって思いましたね。ほんで、タンスの中に3つの素材があって、今混ざり合えばですね、いいものになるよっていうところは、まあその秘伝の技術みたいなところもあるのかもわかりませんけれども、お父さんからのお前ら3兄弟協力して頑張れやっていうところのメッセージだったんだろうなと。だから、お兄ちゃんは会計して、で次男は営業してみたいな、で末っ子は技術をやってっていうところで、適材適所で頑張っていくんだっていう落とし方も、まあ非常に良かったんじゃないかなと個人的に思った次第でございました。そして最後ですね、そのラカンの言葉がやっぱめっちゃ引っかかるっていうところで、今回ジン氏がですね、前回ラカンが教えてくれなかった、どうやって技術の価値を下げたのかっていうところを聞いていったんですけど、ラカンが何言ったかっていうと、技術に関わっている人に聞けばいいんじゃないですかみたいなことを言うんですよね。もうこれはもうマオマオに聞けやって言ってるようなもんなんで、いやもうどんな関係なんていうね、まあ非常に気になるような引きでもありましたし、まあ16話面白かったんじゃないかなと思った次第でございました。指先と連連4話ということで、感想をお話しする前に、私指先と連連にめっちゃ言いたいことというか、お願いしたいことがございまして、皆様ご存知かわからないんですけど、指先と連連って2パターンあるんですよ。1つ目がですね、普通のバージョンで、2つ目がですね、字幕バージョンっていうものも配信されておりまして、まあこれゆきちゃんがね、聴覚障害でございますから、まあそういう聴覚障害の方のためにも、そういう字幕バージョンがあるって、非常に配慮ができている素晴らしい作品なんですね。でその2つにプラスしてね、もう一個作ってほしいんですよ。何かっていうと、いつおみモザイクバージョン、これ作ってくれないですか。いつおみの顔にこうモザイクをかけて、で声にもちょっと加工を加えて、ちょっと声優さんには申し訳ないんですけどね、声優さんには本当に申し訳ないんですけれども、作ってくれないですかね。先週ですね、ちょっといつおみに慣れてきましたみたいな、ずっとキモいって言ってたけれども、やっぱここまで見てきたら、まあ3週目でしたけどね、ちょっと慣れてきたかなと思ったんですけど、やっぱダメだった。4週目のいつおみ、ちょっとキモいなぁ。感じで、本当に、性的に受け付けないんでね、ちょっとお願いしたいです。いつおみモザイクバージョン、ご検討いただけないかなっていうところでございますけども、まあここからですね、
っかりとね、感想をお話ししていきたいんですが、面白かったんですよ。もう用意なんで、めちゃくちゃ面白かったんですけど、今回冒頭なんですけど、いつおみが店長の部屋に行って映画見るみたいなシーンあったじゃないですか。で、そこで字幕に切り替えて英語の練習するみたいなやってましたけれども、その時に言ってたのが、やっぱコツコツ努力することって大事だよね、とか、やっぱ使わないと忘れちゃうから、みたいなことをね、言っていたんですよ。これ見て何思うかっていうと、大志くんすごいなってなるわけよ。マジで。そのコツコツ努力ってもう大志くんがめっちゃやってるっていう話で、その英語以上に手話って使わないじゃないですか。で、その英語のね、練習してる時も、そういえばね、最近手話の練習してるよな、みたいなね、そういうくだりになって、でも手話覚えても、ゆきちゃんにしか使わないよね、みたいな、そういう会話あったでしょ。多分そうなんですよ。大志くんもゆきちゃんにしか使わないんですよね。で、しかも、ゆきちゃんと大志くんが同じ学校に通ってんの、で大学がめっちゃ久しぶりみたいな、なんかそんな感じのね会話があったかと思うんですけども、つまりは大学に行くまで大志くんってゆきちゃんとそんな関わってなかったと思うし、手話する機会もなかったんですよ。じゃあどうするかっていうと、自主練習してるんですよ。大志くんはずっと忘れないために、手話を忘れないために自主練習していたんだろうなーっていうのが、そのいつおみとその店長の会話でわかるっていう、大志くんの努力よ。これが良かった。やっぱ大志くんね、応援したいなーって、個人的に思った試合でございます。まあ、そんな大志くんはですね、今回の第4話でも登場するわけでございますけども、どういうシーンで登場したかっていうとですね、その、店長とりんちゃん、まあ、ゆきちゃんの友達ですね、と、いつおみとゆきちゃんで、まあ、コストコ行きますよ、みたいな、ちょっと買い出し行きますよ、っていう時にですね、その、集合場所にゆきちゃんが行く時に、電車の中で大志くんと鉢合うわけですよね。で、まあ、そこでですね、いや、この前、男児に帰ったんだ、みたいな、そういうなんか、大志くんとゆきちゃんのね、イチャイチャし、あれは私は許せました。なんか頭ちょってチョップするだとか、なんか髪の毛くるくるだとかさ、ちょっともたれかかれるみたいな、それはいいわ。おしくそれはいい。あんたは頑張ってるから、おしくそれぐらいはいいわとね、思いながら、いつもやったらもうキモいって言ってるけど、ね、髪の毛くるくるしゃじゃキモいって言ってるけど、幼馴染やし、おしくいいわと思って見てたわけ。で、ほんならですね、その図書館行くって言ってたゆきちゃんがですね、違う駅で降りたもんですから、もう、大志くんもパニックですよ。いや、違う駅ですよ、と。ゆき間違えてろで、言って、追いかけていったその先にいたのが、いつおみっていうね、もう、大志くんがパニックやで。みたいな。お前、そっちの待ち合わせやったんかいみたいなね、俺に嘘ついたやんみたいな感じで、まあ、大志くんもね、ショックやったかと思うんですけど、ここのシーンがね、その男と男のバチバチ感があって、非常に良かったんですけども、そのいつおみはですね、大志くんにマウント取るためにですね、そうゆきちゃんを後ろから抱きしめようとするんですね。で、その時に大志くんが何言ったかっていうと、その耳が聞こえない人は後ろから抱きつかれるの嫌ですよみたいな、そういうことを言うわけですよ。その時なんですけど、ゆき視点だといつおみの腕に隠れて大志くんの口の動きが見えなかったんですよね。で、何を言ってるかわからないっていう展開になったんですよ。これっていうのは2回目なんですよね。1回目っていうのは第2話なんですけれども、そのりんちゃんがですね、ゆきちゃんの後ろから抱きつくみたいなね、シーンがあって、その時に、いや、後ろから抱きつくのは危ないですよ、みたいなのを、りんちゃんに教えるっていう時があったんですよ。で、あの時は、横向きで喋ってるから、ゆきちゃんには何言ってるか伝わりませんよね、と。で、伝わらないっていうことを分かった上で、大志くんっていうのは、りんちゃんにアドバイスしてるから、ほんまに、ゆきちゃんのことを思ってアドバイスしてるんだな、と。めちゃくちゃ優しいよね、っていうのが伝わるシーンだったんですよ。で、今回もそれと同じで、縁の動きが見えないよね、と。でも、アドバイスしてるよね、っていうね。これ、大志くん優しいからなのかっていうと、あの時とは違うっていう話で、ただただ嫉妬してるっていうね、あのいつおみに対しての嫉妬心で、もう抱きつくなと、俺のユキに何触っとんねんっていう気持ちで言ってるっていう、同じアドバイス、同じようなシチュエーションなのにもかかわらず意味合いが変わってくるっていう、ここのシーンは非常に良かったんじゃないかなと思った試合でございました。私、大志くんファンクラブ会長なんでね、もうほんま同じ気持ちやったわ。もう触んなみたいな、いつおみごときがゆきちゃんに触んじゃねえとね、思いながら見ておりましたけども、まあ非常に素敵なシーンだったのかなと思った試合でございます。ほんでコストコ行きましてですね、買い物してるっていう時にですね、そのいつおみがゆきって呼ぶシーンがあったんですね。まあいつものシーンなんですけど、その時にりんちゃんと店長がめっちゃ驚くって話で、なんでかっていうと、いつおみがめっちゃ優しい声でゆきって呼んでたからなんですね。で、それにゆきは気づけないと。当たり前なんですけど、ゆきは耳が聞こえないから、そのいつおみの優しい声っていうのが判別できないっていう、これはこの作品でしかできない展開なので、非常にいいなと思った次第でございました。っていう感じで、最後の最後ですね、いつおみがゆきちゃんを家に呼ぶっていうところでですね、いやマジで思うわ、ゆきちゃん、まあ、いつおみと付き合うよりも絶対
対大石くんと付き合った方が幸せになるからね、人生において。いや今の、ね、幸せな気持ち今を取るんやったらいつおみでいいかもしらんよ、マジで今幸せみたい。でも絶対いつおみはいつかゆきちゃんを捨てるからね、絶対に 100% これ言い切れるわ。で別にそれは悪気があるとかじゃない、いつおみに悪気があるとかじゃなくて、やっぱあいつは夢を追いかけてるんですよね。だからそういう男ってちょっと大変やと思うよ、ゆきちゃん。人生幸せに生きるんやったら絶対大志くんの方がいいから。もう私からのアドバイス。私だってゆきちゃんよりも、ね、10年ぐらい生きてますから。10年ぐらい生きてる私からアドバイス。ゆきちゃん、絶対に大志くんにしといた方がいい。まあ、それの兆しかわかりませんよ。わかりませんけども、今回りんちゃんがですね、レッツゴーつって、コストコに向かうときに、レッツゴーって空映ったんですよ。その時に、鱗雲やったんですね。で、鱗雲ってなんか地震の前触れみたいななんか言われてるじゃないですか。まあ、不吉な象徴なのかなって思いますけども、あ、なんか不吉なこと起こるんちゃうのみたいな。いつおみの家に行くことによってさ、遠山奈央さんがやってるあの子いるじゃん。あの子家に来てなんか修羅場みたいななるんじゃないのみたいな思ってますので、ゆきちゃんはマジで大石くんと付き合ってください。以上です。最悪テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。3話ということで、ここまでがプロローグやと思うんですよ。で、4話以降から物語がね、進展していくんじゃないかなって思いますので、非常に楽しみだなと思っているんですけども、今回の第3話何が描かれたかっていうと、そのアイビーちゃんについて描かれたって話で、アイビーちゃんってもう星なしテイマーっていうところで、村から迫害されましたよ、みたいなで指名手配されてます、みたいな大変な人生なんですっていうところが描かれているんですけども、それが具体的に描かれたっていう話なんですね。で、まあ非常に苦しいというかですね、めっちゃ一家団らんというか、もう素晴らしい家族、まあ、温かい家族やなーって思いながら見ていたんですけども、星なしって分かった瞬間ですね、もうお父さんもひどいですよ。本当に俺の子供なのかみたいな、一番言っちゃいけない子供に一番言っちゃいけない言葉をですね、投げかけていくっていうところで、もう星なしってそんなにあかんのと思いながらね、私見ていたんですけど、まあ、あの世界では星なしっていうのはマジでもう神から見捨てられた子みたいな感じなんですね。その星なしであったりスキルっていうところはですね、この世界になんか突如現れたみたいな、昔なかったんやけど急に出てきましたねみたいな、まあ、ちょっと伏線っぽいものもね張ってはいるんですけども、とりあえずですね、アイビーちゃんがですね星なしだと分かった瞬間ボコボコにされるっていう展開があったわけでございます。まあ、そんな中ですね、占い師っていう存在も、まあ、アイビーちゃんがいた村にはねいたんですけども、その占い師がですね、アイビーちゃんかわいそうだなっていうところで3年間もかくまってくれていたと。ただその占い師さんがですね、なんか病気かなんかで亡くなってしまいまして、その亡くなった理由がですね、そのアイビーちゃんをかくまっていたからやみたいな、神に見捨てられていた子をですね、かくまっていたから占い師も呪われたんだみたいな、わけわからん理由でですね、アイビーちゃんが襲われるっていう展開になっていって、だから指名手配されていたんだっていうね流れになっていくわけでございます。そんなアイビーちゃんの過去を描いた第3話の何が良かったかっていう話なんですけど、まあ相変わらずアニメーションの描写が丁寧だなっていうところで、まあ2点だけお話しさせていただくんですけど、1点目がですね、村から逃走した際に一人で火をつけるみたいな描写があったんですよ。で、この世界っていうのは魔法っていうものもあってですね、なんか私生活で使う魔法みたいなね、まあ火をつけるだとか、まあなんかね家具を作るだとか、いろんな魔法があるんですけど、アイビーちゃんその魔法が使えないんですよ。4歳やのになかなか使えないなーみたいな、そういう話とかもねあったわけでございますけども、まあ一人で逃げていった際に火をつけようとするんですけど、なかなかつかないみたいなね展開になってくるんですよ。なんですけど一瞬だけポッって火がつくんですよ。で、その火がですね、アイビーちゃんの瞳に移って消えていくっていうところで、まあこの人生に絶望しているんだっていうところを、まあ、見せてくるっていうのも、まあ非常に素晴らしいんじゃないかなって思いましたし、その助けてくれた占い師なんですけども、この占い師がですね、未来を読めるっていうスキルがあるんですね。なんですけど星1のスキルやから、そこまで具体的には見えませんっていう、スキルなわけでございます。なのでアイビーちゃんが村から迫害されるっていう未来は読めていたんですけれども、まあ、なんで迫害されるかまではわからんかったみたいな、展開があった中で、そのアイビーちゃんですね、なんか加護を与えるというか、いいスキルもらえたらいいですねみたいなお祈りをして、帰る時にですね、ちょっと不安そうな顔をするっていう、まあ、そういう細かい表情演技なんかも良かったんじゃないかなと思った次第でございました。そんな細かいアニメーションもですね素晴らしいんですけど、一番いいなって思ったのが、第2話でアイビーちゃんって自分で稼いだお金でパンを買ったかと思うんですけど、そのパンを買ったことに理由がしっかりあったっていうところが素晴らしいなと思ったポイントで、第2話だけ見てると、そのネズミを売ってお金をもらいましたよと、でなんか偶然
パン屋さんがあったからパン買ったんかなみたいな、まあ、そんな感覚やったんですけど、その第3話の過去回想の中でアイビーちゃんがですね、家族と一緒にパン食べていたんですね。で、そのパンっていうのがなんかコッペパンみたいなパンと黒い丸いパンを食べていたんですよ。で、占い師とパンを食べるっていうシーンもあったんですけど、その時も同じパン食べてるんですよね。なんかコッペパンみたいなパンと黒い丸いパンを食べていたわけでございます。で、このコッペパンみたいなパンと黒い丸いパンっていうのは第2話でアイビーちゃんが買ったパンと全く一緒やったんですよね。で、これっていうのはわからないんですけども、そのアイビーちゃんがね、偶然パン屋さんを見つけて、第2話でね、偶然パン屋さんを見つけて偶然その2つのパンを選んだ可能性もあるんです。いっぱいパンありましたけども、その中から選んだの偶然そのパンだったっていう可能性もあるんですけども、その2つのパン、コッペパンみたいなパンと黒い丸いパンっていうのは人のぬくもりを感じる時に食べていたパンっていう記憶がアイビーちゃんの中にあって、で、無意識のうちにパン屋さんでその2つのパンを選んだのかなって思うと、まあ、村から迫害されて、で、知らん村に来て、で、知らん人と関わってっていうところで、でも人のぬくもり感じたいなっていうアイビーちゃんの中のサインが出ていたんじゃないかなっていう、感情が出ていたんじゃないかなっていうのが第3話を見ることによって分かってくるっていう、このパンのつながりがですね、非常に私の中で心地がいいものがございましたので、今回の最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めました3話は素敵だったんじゃないかなって思いますし、ここまでの3話、プロローグの3話ってすごく綺麗にまとまっていたなっていう印象がございますので、もし見てないよって方がいらっしゃいましたら、3話まででもですね、視聴してみる価値はあるんじゃないかなって思ってる次第でございます。めっちゃ良かったなと思いました。男女飯4話というところでですね、まあ、今回は戦士を中心に描かれた回だったのかなって思うんですけど、戦士の言葉がね、めっちゃ染みるっていう話で、そこが個人的にはね、良かったなって思ったポイントなんですけど、まずね、好きなことだから辛くないって言ってたでしょ。いや、あれも素晴らしいなと思ってて、まあ、ゴーレムになんか畑を耕してるみたいなね、回だったわけでございますけども、まあ、その時にですね、好きなことだから辛くないんだ、みたいな戦士言ってたんですけど、マジでそうだなって思ってですね。で、私もですね、YouTube 毎日投稿させていただいてるんですよ。で、この YouTube 投稿はですね、その私の知人の方、リアルのね、知人の方にバレてるんですよ。で、結構言われるのが、なんか働いてて、で、アニメもなんか40、50本ぐらい見て、で、YouTube を毎日投稿して、みたいな、いや、大変じゃないみたいな、すごいねみたいな言われるんですけど、私の中ではそれって全然大変なことではないんですよ。なんでかっていうと、好きだからなんですよ。YouTube にこう動画投稿する、なんか好きなことわー言って喋って、動画投稿するっていうのが私は好きやから、これ全く辛くないんですよね。他人から辛いって思われることでも、まあ好きやからおもろいっていうこともあるし、私もね、なんか他のことなんかマラソンとかそうなんですよ。マラソンとかさ、私なんであんな辛いことしてんのって思うんですけど、その本人からすると好きやから辛くないんだよなっていうところ、やっぱ好きっていう感情っていうのは素晴らしい力を発揮するんだろうなっていうのを感じた次第でございました。そして二つ目なんですけど、便利と安易は違うっていうね、いやこれもさ素晴らしいなって思って、だから苦労したからこそ価値があるものってね、あるじゃないですか。その戦士がね、ゴーレムにこう畑を耕して作った、もう頑張って作った野菜と、まあそこら辺に売ってるね、野菜とではね、同じ野菜かもしらんけれども、全然本人にとって価値が違うっていうところ、その便利と安易は違うんだよっていうね、さらっと言ってましたけども、結構心に染みる言葉かなと思った次第でございました。まあこの二つのセリフもですね、めっちゃ素晴らしいんですけど、一番最後のセリフ、まあ A パートのね、最後のセリフが良かったなって思ってですね、なんでここにずっといんのみたいな言われていたかと思うんですね、戦士が。で、なんて答えたかっていうと、ここに自分がおらんと大変なことになってしまうみたいなことを言っていたかと思うんですね。ゴーレムもめっちゃ昔ね、いっぱいおったんやけども、今はもう3体しかおらんと。で、このゴーレムがおらんくなったら、その下の階層の魔物が出てきてしまうから、もうどえらいことになってまうみたいな。で、トイレ掃除もするやつがおらんくなるから、もう汚いまんまやし、みたいな形でですね、誰かがやらないといけないことを戦士はやってるんだよっていうことを言っていたかと思うんですけど、これもめっちゃ大事で、そういうのってこの世の中にいっぱいあるんですね。例えばなんですけど、私雪国に住んでおりますので、まあ冬の季節になると雪降るんですよ。まあ大なり小なりね、雪降るんですけども、そうなるとですね、何が起こるかっていうと、夜中に除雪してくださる方がいらっしゃるんですよね。まあ、雪わーって言ってね、基本夜わーって降ったものをですね、深夜2時とかから朝の4時とか5時の間にわーって除雪してくださる方がいらっしゃるんですよ。で、それって全
全く感謝されないんです。私もですね、前の会社で女性作業をねさせていただいてたんですけれども、誰にも感謝されない。当たり前やから、それがもう冬になって雪が降ったら除雪してくれる、それがもう当たり前やから感謝されないんですけど、でもこれ誰かがやらないといけないことであって、やらない人が現れたら我々雪国はね全く運転できなくなるんですよね。でこれもまたね辛い話っていうところで、やらなかったらやらなかったでこれ文句言われるんですよ。やって感謝されることはないけど、やらんかったら文句言われるっていう、ガタガタに除雪しても文句言われるっていう、これほんま辛いんです。めっちゃお金もらえるっていう得はあるんですけども、誰からも感謝されないっていうね、でも誰かやらないといけないよねっていう、こういう作業ってねあるかと思うんですけど、それを選手はコツコツとやってるっていうね、誰から感謝されるわけでもないし、選手がやってるっていうことも知られてはないんですけども、でもやらないといけないからやってるっていう選手ね、いや素晴らしいなと思ってですね、心に染みる A パートだったかなと思った次第でございました。ほんで B パートですね、オークと選手の関係性みたいなところも描かれていたのかなって思うんですけど、非常に理にかなってるのかなって思ってですね、その野菜を売ろうとしたじゃないですか、まあブツブツ交換かね、なんかしようとしたんですけど、いやそんなもういらんわーみたいな、ね、金貨持ってこいみたいな、丸い金貨持ってこいみたいなね言われるシーンがあったかと思うんですけど、オークからすると野菜ってめっちゃ貴重なんだろうなって思ったっていう話で、オークってもともと地上にいたんですけど、人間どもにですね迫害されて、まあ追いやられる形でダンジョンのまあ地下に潜ってますみたいな話だったかと思うんですよね。でもともとは野菜食べていたと思うんですよね。まあ自分たちで栽培もしていたかもわからないですけど、まあ食べていたと思うんですが、まあ今は食べられないと。だからこそ選手との、利害関係がマッチしている、野菜をくれる選手とは利害関係あるんだろうなっていうところは非常に面白いポイントなのかなって思った次第でございますけれども、そんなオークたちの話で良かったのは、美味しいご飯の前にですね敵味方も関係ないっていうね、そこはいいですよね。お腹が空いたらもうみんな一緒やっていうね、食卓を囲めばみんな平和になるんやっていう、すごくほっこりするような B パートで、まあ素晴らしいなって思いましたし、まあ、最後ですね、戦士が多くの子供にですね、まあ、キャベツをね、あげるっていうところで、まあ、掲げていたわけでございますけども、そのキャベツがですね、丸い金貨のように輝いているっていう締め方もですね、非常に良かったんじゃないかなと思った次第でございました。心に染みるシーンが多かった、男女飯第4話かなと思います。僕の心のヤバいやつ16話ということで、もうダントツじゃないですか。もう先週の作品の中で、もう頭84個ぐらい飛び抜けて面白かったなって、思った次第でございました。もう僕ヤバなかったらもう先週厳しいなぐらいのね、気持ちやったんですけども、まあ、今回描かれたのがですね、バレンタイン会ということで、いや、それおもろいや、みたいな、ラブコメのバレンタイン会でおもろないことあるみたいな、感じやったんですけども、今回めっちゃ良かったなって思うのが、市川のセリフで、ちゃんと言われないとわからないっていう、これが、ま、すごく響く回というか、まあ、今後もずっとこのちゃんと言われないとわからないっていうのは、引きずっていくんだろうなって、思ったんですけれども、今回バレンタイン会っていうことですね、まあ、山田ちゃんから市川にチョコをあげるのかどうなのかみたいなねところがあったかと思いますし、まあ、前回ですよね、市川が山田ちゃんにギリチョコあげなくてもいいんじゃないかみたいなねことを言ってましたから、じゃあ山田ちゃんからねチョコをあげるっていうことはもうそれ本命やみたいなねところがあるわけでございますから、視聴者からするとですね、もうワクワクですよね、山田ちゃんどんな風にチョコあげねえみたいな感じでワクワクするわけでございますけど、やっぱなかなかあげれないんですね。でこれっていうのがやっぱ変化を恐れるからっていうところで、まあ昔ですよね、一期のねお話でありましたし、まあ今回もね回想でポコーンつってね入ってましたけれども、なんか変化を楽しむ山田ちゃんみたいなねところがあったわけですよ。なんですけれども、今の山田ちゃんっていうのは心の病をね抱えているわけ、心にヤバいやつおるんですよね。山田ちゃんの中にヤバいやつおるから変化を恐れるんですよ。今幸せやから市川とこう楽しくね会話ができたりですね、まあくっついたりしてますけども、まあその楽しいからここで壊したくないんですよね。告白していや無理ですみたいな言われたら怖いから、この変化を恐れて一歩踏み出せないっていうね、そういう山田ちゃんが描かれていく中で、なかなか変化することができない山田ちゃんがですね描かれていくわけでございます。そんな中でなんですけど、市川と山田ちゃんが下校中にコンビニに寄るシーンがありまして、そこで市川が言うんですよね。ちゃんと言われないとわからないと。山田ちゃんから本命ってどうやってわかんのみたいな聞かれた時に、今ちゃんと言われないとわからないっていうわけ。で、その後に付け足して、ハートやったらわかるかもなーみたいなことを言ったらですね、その山田ちゃんがなんかハート型のチョコマンみたいなの買ってくるんです。あれめっちゃまずいからね。食べたことあります？あれ本当にまずくて、これ何がうまくてみんな食べてんのって思いながらね、友達からもらって食べたりしていたんですけども、そんなことは置いてですね、ハート型のチョコマンをですね、山田ちゃんがパクを言って食べて、で、市川にあげてみたいな。で、市川のほっぺたにチョコつくんですけど、それ拭き取った後にハート型になってるっていうね、なんちゅう尊い展開やねんとかね、
思ったりもするんですけど、これがね、ただただ尊いだけじゃなくて、しっかりと振りが効いているっていうところで、まあこれは一旦置いておきます。ほんで、市川と山田ちゃんはですね、そのまま自宅に帰るんですけれども、その山田ちゃんがですね、なんか犬の散歩コース書いて、市川の家の近く通ってくれ、みたいな感じでやってくるんですね。ほんで、二人で散歩しましてですね、まあ公園かなんかのベンチに座るみたいなシーンがあるんですけど、まあその座る前にですね、自販機で、その甘いココアと苦いコーヒー一緒に押して、どっちが買えるかみたいな、まあよくやりますよね。まあ大人になってからやれなくやりましたけども、学生の頃なんか同時に押すみたいなね、やってましたから懐かしいなと思いながら見ていたんですけど、その時に出てきたのが、まあ苦いコーヒーだったというところで、まあこれもまた置いておきます。ほんでベンチに座ってですね、まあたわいもない会話をしてるんですよ。山田ちゃんもですね、もう渡したいんですよ。渡したいんですけれども、その一歩踏み出せないので、そのもじもじずーっとしてるんですね。もじもじしながら、なんかわけわからんことをずっと喋ってるんですけれども、その山田ちゃんが、市川にチョコをあげると。で、そのチョコにですね、スって書いてあったんですよね。で、市川はこれがわからないんですよ。スって何みたいな感じになってくるんですけども、まあ、視聴者からするとめっちゃわかるっていう話で、まあ、市川のことを山田ちゃんは好きやってね、我々もわかってますし、まあ、前回なんですけど、義理の義が書かれたチョコをですね、まあ、試食という形で市川に渡してるんですよね。で、これっていうのは義理の義とも捉えられるんですけども、前回数の文字を切り抜いてる山田ちゃんのシーンがね、ちょこっとだけ映し出されていたので、この義と数を合わせると、まあ、好きとも捉えられるよねっていう、ところがあるので、まあ、今回数を渡したっていうことは好きなんだなっていうね、ところが分かってくるんですけども、市川はですね、ちゃんと言われないと分かんないんですよ。ちゃんと言われないと分かんないから、数だけではですね、伝わらないっていうところがあるんですよね。その後に山田ちゃんがですね、勘違いしてもいいよ、みたいなことを言うわけですけども、これでもやっぱ市川には 100% 気持ちは伝わらないんですよ。なんでかっていうと、ちゃんと言ってないから。好きですじゃなくて、勘違いしていいよって、まあ、これ遠回しにね、遠回しに好きですって言ってるんですけども、でもちゃんと言ってないからやっぱ伝わらないと。さらになんですけど、この数をですね、半分に割ったじゃないですか。で、その半分に割った数がですね、ハートに見えるっていうところがあるんですけども、でもちゃんと言ってないから、ちゃんと好きって言ってないから、市川には伝わらないっていうところもありますし、まあそのコンビニの時なんですけども、まあ先ほども言いましたけども、頬についたチョコレートがハートになってるっていうのも、それもう伝わらないのよ。ちゃんと言ってないから、しかも見えんし、市川から見えんしっていうところで、その後に山田ちゃんって泣くんですけど、やっぱ自分の不甲斐なさをね、感じて泣いていくっていうところで、まあさっき甘いココアを引き当てられなかった、苦いコーヒーを引き当てたっていうことで、あ、今回のバレンタインっていうのは、山田ちゃんにとって苦い思い出になってしまうんじゃないかっていう示唆だったのかなっていうところを感じる次第でございます。で、そんな中で、ちゃんと言ったことあるんですよね。山田ちゃんが。ちゃんと言ったこと。それ何かっていうと、前と同じことして、みたいなことを言うんですよね。まあ、前回もですね、山田ちゃんが泣いた時に市川って抱きしめたんですけども、それをやってほしいっていうところで、市川にお願いするんですよ。これは、ちゃんと言ったから。ちゃんと言ったから、市川には伝わって抱きしめるっていうところで、やっぱちゃんと言わないと伝わらないよねっていうのが終始描かれていたなって思いますし、今回渡したのって数なんですよね。で、前回試食で渡したのって義なんですよね。これって、まあ我々からするとまあ好きってことなんやろうなってわかるんですけども、でも市川からすると、まあ別に繋がってないと思いますけど、杉なんですよ。好きになれてないんですよね。やっぱこれちゃんと言わないといけないわけ。好きってちゃんと言わないと市川には伝わらないんで、この義の点々ですよね。杉の義の点々を取り除く作業をですね、山田ちゃんって今後やっていかないといけないんですよね。やっていかないと一歩踏み出せないし、まあ変化をすることをね、恐れていてもあかんしっていうところで、ちゃんと伝えるために義についている濁点をですね、取っていかないといけないんだろうなという、これが山田ちゃんの課題なんだろうなっていうところがですね、すごく伝わるバレンタイン会だったんじゃないかなと思った次第でございました。ほんで B パートなんですけど、久しぶりにナンパイが登場したんですね。で、このナンパイが何言ってたかっていうと、なんかもう付き合いそうやと思ったらわかるわみたいな、感覚的にわかるわみたいなことを言うんですけど、そこで市川がそんなことないみたいなことを言うわけですよ。バチバチやんと思って、めっちゃかっこいいな市川って思うわけね。で、今まで足立ってちょっと空気読めねえなみたいなキャラクターやったんですけど、その場においてめっちゃ空気読めるって話で、足立結構ヒーローやなと思いながらね、主張していたんですけど、そこでですね、市川が言ったセリフがめっちゃいいなって思っていてですね、性別も違えば、まあ、環境も違うし、違うかもわからんけれども、一緒にいることによってですね、似ている部分でどっかにあるし、それを理解していくことが大切なんや、みたいなことをズバーン言って、ナンパイに言ってくんですよね。ほんで最後なんですけれども、ナンパイに市川がですね、僕は山田のことが好きだ、みたいな言おうとして、スッのところで止められるんですね。おい、ちょっと待って、みたいな。なんでかっていうと、後ろから山田ちゃんが来てましたから、山田ちゃんに
に好きっていう言葉が伝わってしまいますので、ナンパで止めたんじゃないかなって思うんですけど、これもめちゃくちゃいいなって思いましてですね、僕は山田のことがスーまでしか言ってないですね。好きって言ってないですよ。要はナンパにちゃんと伝えてないんですよ。ちゃんと伝えてないんですけど、ナンパはスーの時点でも理解したんですよね。これはさっきの山田ちゃんから市川に渡したチョコのプレゼントと同じじゃないですか。スーって書いてあるチョコをもらっても市川はちゃんと言われないからわからない。でもナンパはスーっていう言葉でちゃんと言われてないけどわかるっていう、この違いが結構いいなぁと思うんですよね。さらになんですけれども、市川って山田ちゃんと似てるっていうことを自覚してるんですよ。つまりは山田ちゃんもですね、ちゃんと言われないとわからないと思うんですよね。好きってちゃんと言われないとわからないっていう。だから今回のナンパに言ったようにですね、スーで止めちゃったらダメなんですよ。市川も、市川も山田ちゃんに気持ちを伝えるんだったら好きって言わないといけないんですよね。お互いが相手にですね、ちゃんと好きって言えるようになるまでを描いていくんだろうなーっていう、このワクワク感はね、たまらないものがあるなーって思う次第でございます。でさらになんですけれども、山田ちゃんって変化することを恐れてるわけじゃないですか。今の関係が崩れるかもわかんないからね、恐れてるんですけども、やっぱ市川は変わってきてるっていうのが、この僕は山田のことがスーっていうところでわかるっていう話なんですけども、これ一気の話なんですけど、そのファミレスにね行った回あったじゃないですか。その関根ちゃんと市川がファミレス行ってパイセンとやり合うみたいなね、ナンパイとやり合うみたいな話があったかと思うんですけど、その時にですね、ナンパイが市川に山田ちゃんの連絡先を教えてくれみたいな時があったんですよ。でそこで堅くなに教えないから、関根ちゃんがですね市川を助けるみたいな、でそっから市川のことを応援し始めるみたいな展開があったんですけど、その時にナンパイから市川がですね、なんで教えんのって聞かれた時があったんですよ。でその時になんて言ったかっていうと、嫌だからしか言わなかったんですね。ちゃんとした理由を言わなかったんですけど、今回ナンパイに山田ちゃんのこと好きやってもう言おうとしたんですよ。これって結構市川の中での変化なんじゃないかなって思いますので、まあ、市川は変化してきていると。じゃあ山田ちゃんも同じように変化しないといけないよねっていうね、ここの見せ方もですね面白かったんじゃないかなっていうところで、僕ヤバ16話最高だったなというところでございましたっていうところで、以上で感想を終えたいなと思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おするのかどこかだと思うんで、あと1本ぐらい視聴していただくと幸いです。ハッピーなみんな届けで。